不審のサム、またはオスカー。アークロイヤルは、オスカーが乗ったビスマルクに、航空機からの来撃で、致命傷を負わせた空母であった。しかし、オスカー改め、サムはここでも不運であった。1941年11月、空母アークロイヤルは、地中海のマルタへの戦闘機輸送の作戦に参加した。マルタからの帰路の11月13日、アークロイヤルは、 ドイツ潜水艦 U-81 の攻撃を受けた。U-81 は4発の魚雷を発射し、そのうち1発がアークロイヤルの右舷中央部環境直下に命中した。魚雷の深度は深く調整されており、アークロイヤルの右舷から艦艇にかけて39.6メートル9.1メートルの箱が形成された。ジブラルタル港から駆けつけたエーセンテムズによって、 栄光が試みられたが、アークロイヤルは、建造に様々な制限があったために重心が高くもともと不安定であり、また飛来後の応急処置にも様々な不手際があったため、大きく傾斜し、翌日の午前4時に乗員は全員退避した。この攻撃での死者は、魚雷命中の衝撃によって、甲板上の雷撃機が海面に落下して亡くなった、操縦員1名だけであった。 11月14日午前6時頃より急激に傾斜が増したために栄光も中止された。栄光が中止されて間もなく、アークロイヤルはジブラルタルの沖30マイルで転覆して沈没した。サムは内科艇の破片にしがみついて漂流しているところを発見された。発見時は不機嫌だが全く負傷していない状態と報告されている。サムがしがみついていたのは 水蒸気の羽の破片だったという証言もある。アークロイヤルの乗員とサムは、駆逐艦ライトニングと駆逐艦リージョンに救助された。なお、サムを救助した、この2隻の軍艦もその後に沈没して失われた。駆逐艦リージョンは、4ヶ月後の1942年3月に沈没。駆逐艦ライトニングも1943年3月に沈没し、サムに関わった。 艦船5隻が沈んだ。アークロイアルから救助されたサムは、駆逐艦で、ジブラルタルの提督の事務所に運ばれた。わずか、半年間の間に、サムが乗船した船が3隻も沈んだことより、迷信深い水兵たちは二度とサムを乗船させないと、誓ったとされる。その後サムは、イギリス本土に移され、予定をベルファストにある、ホームホーセーラーズと呼ばれる船員の宿舎で過ごした。 1955年に死去。ロンドン近郊のグリニッチ国立海洋博物館には、ジョージナ・ショー・ベイカーが描いた、オスカー、ビスマルク、エスキャットという題名のサムの肖像画が残されている。不沈のサムは、実話ではなく、フィクションではないかという指摘もある。その根拠として、オスカーあるいは、サムとされる猫の写真は2種類存在することが挙げられている。 また戦艦ビスマルクが沈没した時の海域の状況は非常に過酷であった。ーボートによる攻撃の可能性もあったためにイギリス艦艇は停止せずに救助を行ったためビスマルクの乗員のほとんどが溺死している。ビスマルク沈没の詳細について出版したルドビック・ケネリの本にもこの猫について言及がない。船には ネズミの駆除のために猫を飼うことが古代より行われてきた。ネズミは砲やロープをかじってしまうほか、積み木や食料にも被害を与えた。また船のネズミはペストの媒介者としても知られた。技術が進歩した近代においても、電線をかじってショートや断線させる犯人とされた。また猫は交点を遠ざけるといった迷信もあった。こういった理由により、 第二次世界大戦でも様々な有名な船乗り猫が誕生している。ただし、イギリス海軍は1975年に猫を含む全てのペットの持ち込みを禁止した。